2023年8月4日森谷ドラムスクールスペシャルドラムセミナーのゲスト講師は冬さんでした。今回はイベントの様子を少しだけお届けします。本当になんかこうシンバルを叩く時のタッチが本当に優しいですよね。なんかこうスネアとかタムとかって結構言ってると思うんですけど、このフレーズによってはもうバーンと言ってると思うんですけど、その流れの中であの優しくシンバルを叩くっていうのはなかなか難しいことなんじゃないかなと思って、うん、あ、これもね、もうタッチですよね。これシンバルでも結構僕すごい大事にしてて、やっぱタッチは結構あのシンバルがやっぱ うるさくなっちゃうとかバシャバシャってしちゃうのがありがちだと思うんですけど、なるべくそれをしないようにやっぱりしてますかね。特にこういう音楽は、はいはいはい、うん、なんかこうスティックの持ち方もなんかほとんど握ってないぐらいで持っておられるというか、はい、そうですね。僕は基本的に真ん中の指と、うんうん、あの親指でフォルクラム作ってて、うんうん、アメリカでは実は俺レッスン受けた時にもちろんあの人差し指とこれであの親指とフォルクラム作るっていうね、はいはい、これがもう基礎だと思うんですけど、うん、でこれにあとは全部かぶせるっていうのを教わってたんですけど、うん、やっぱなんかいろいろ現場やっていくうちにこれだとやっぱちょっとね、うん、あの足りなくて、はいはいはい、あのいわゆるその大きい現場だとやっぱりこれしちゃうとこのスティックの弾道がここまでしかなくなっちゃうんで、だから小さい音を叩くときにこういいんですけど、うん、あの大きい音を出そうと思うときにやっぱり真ん中の指使うとこれを全部使えるんで、ここ人差し指だとここで終わっちゃうんで、うんうん、これを全部この弾道を使いたいなっていうことでこう思ってますね。あとはもう全部かぶせてるだけ、なんかもう本当こういうあのすごい緩いもう本当に軽く握手してるぐらいの感じのグリップですかね。なんかこう優しくシンバルとか、まあ、それこそハイハットを叩いてる時のスティックの高さ、はい、もうなんかすごいこう低く狙ってる感じがしてたんですけども、こう優しく叩いてる時は、うん、スティックほとんど上がってないぐらいの感じでこう叩いておられて、そうですね、そうなんです。それなんでかっていうと、うん、あのまあ、アメリカ時代に すごく教わったことっていうのが、小さいボリュームでどんだけ厚く叩けるかっていうのをすごく先生にやっぱり言われて、なるべく小さいボリュームで厚く叩けるかっていうことをずっと練習してたんで、だからやっぱりこう小さい箱とかで、例えばこういう状況で、例えばじゃあ今ドラムのこうイベントですけど、例えばじゃあアコースティックピアノ、はいはい、アコベとアコースティックピアノっていう、もう本当アコースティックのセッションの時にじゃあ、あのそこでもこの大きいボリュームと変わらないぐらいの熱量とかで、はいはい、演奏する時っていうのにやっぱりそういうタッチっていうのは、やっぱそうなってくると自然的にやっぱりそんなにあのここまでは使わないですよね。シンプルに ここで全部あのまとめるっていうか音をね、まあ、それがすごく大事なんですかね。そう、小さいボリュームで厚くっていうね、はい、はい、のはね、ああ、なるほど、うんうん、素晴らしいです。アーティストによっては、うん、歌と一緒に行き過ぎないでほしいっていうシンガーさんもいるし、ああ、なるほど、あんまりこう感情的になんないでっていう人もいるし、うんうんうん、すごくケースバイケースなのかなと僕思うんですけど、まあでもやっぱり歌の世界観に合わせて歌詞だったりとか、まあ、コードだったりとか、うん、よく僕やってることは、まあ、これはまあバラード問わずなんですけども、やっぱり、まあ、もちろん当たり前のようにもちろん1番、普通にまあこうボリューム叩いて、で B でちょっとこう、まあ、落ちるか逆に盛り上がっていくのかなって、はい、でサビでバーンと爆発して、そこから A メロでサッと落とすっていう、もう何もなかったかのように、はいはいはい、シャッてもういきなり空気をカーテンをうわってするぐらい2番にまた入れるとか、そこから次また同じように B 行って、次サビ行って、大サビでもう本当ドラムで歌って、歌とシンガーさんと一緒にこう歌って、で物語を作って、で最後のサビでと終わるっていうこと、まあ大まかに言うと割とそういう物語の作り方が結構多いですかね、僕はね。本当にもう意識しているところがもうね、曲の物語に沿っての演奏というか、そうそうそうところになってくるんですね。で現場によってはこう
単調になる、うん、単調を求められることもあるっていう、ね、もうあまあ少ないですけどね、でもありますね、うんうんうん、やっぱりこの前もやっぱり EXILE セカンドっていうグループと一緒に回ってて、うん、でその時もドラムのねベース あの後藤勝臣君っていう、まあ、あの素晴らしいベーシストなんですけど、うん、彼もすごく言ってくれて、まあ、ありがたかったんですけど、やっぱり冬のドラムっていうのはなんかいわゆるその次のセクションが何が来るかっていうのを、だから彼は譜面を読みたくない派なんですよ、はい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 、だからあの読めるんだけども、うん、あの読みたくないんだ本番で、うんうん、そういう風な感じでドラムっていうのはやっぱり次のセクションにこうするんだよっていうなんか物語とかこうを作ってあげるっていう道を作ってあげるっていうことっていうのはあの、まあ、バラード問わずすごく大事なことなのかなと思います ね。あともう一個大事なのが一個あの思うのがあの例えばそのすごいコンシスタントに叩くっていうあの強弱なしであんまり叩くあの時っていうのは僕はスネアをあの、こうなんていうかなこうしてます、ちょっとやや押さえつけるようにというか、さっき菅さんの時はこう鳴らしたかったから、うん、おはい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 、まあ、俺こっち行くもいいんですけど、単調な時はこうやって、おするんで、これ音が短くなりますね。そう、ね、そう、その分 ね、そう、なるんですけど、それこそパーンってスネアが響いてる感じなんですけど、そうそうそうパーンってなりたいんで、バーってこう音を切るというか、うん、タイトルになりますよ ね、はい、すね。だから割と僕ヒップホップの曲だったりとか、まあ、EXILE の曲も割と多いですからね。僕結構こう押さえつけるっていう、押さえつけるってもこれすごい簡単で、そんななんか押さえつけるとかっていうよりはなんかシンプルになんか僕ここで押さえ、あの人差し指のこの真ん中のこの辺で、これするだけなんですよね。だから別に何も強い力も一切入れてないで、もう軽くこう上にこう人差し指を乗せてそこを押さえてるみたいな、ね、そう、その子で固定してるだけみたいな、だから押さえつけるっていうか固定みたいな感じですかね。これ結構黒人のドラマはよくやってます、ゴスペル系とか。なるほどなるほど、めっちゃ多いです。その時はリムショットをされてる感じですよね、はい、そうです、このヘッドとリムを、はい、そうです、リムショットしてます。あ、なるほど、はい、それ失敗したらねブルルって鳴ってしまいそうな感じの、でもこれ ね、そうですね、確かにね、でも慣れると絶対なんないですね。僕も一番初めやった頃はブルルってなったんですけど、うんうん、でも慣れると全然なんないですね、全くなんない、はい、これもおすすめかなと思います。なるほど、はい、あ、それはすごい、そんだけ音の、はい、長さが変わるっていうのは面白いですね。そうなんですよね、はい。演奏されたこのフレーズの中でなんか こだわられてるポイントとかあったりするんですか？はい、そうですね、今の曲はカウベルを使ったりとかね、でなんかちょっとこう間にパーカッションの要素を入れるとかっていうのを結構使ったりしてますね。割とこう教会でもそういうのよくやってて、はい、まあ、あとはそのフレージングって僕あんまフレーズのね説明するの得意じゃないんですけど、はい、あのまあなんか三連のこういうなんかまあよく僕まあよく使うんですけどね、もう半分手癖みたいな感じなんですけど、足右左、みたいなやつをこういろんなところにあの楽器を使ってオーケストレーションするっていうことをやってますね。まだ結構割と三連系のやっぱそういうゴスペルだと6とか9とかそういうフレーズが多かったりとかしますかね。なるほどなるほど、はい、まあ、あとはまあやっぱでも何よりもまああれですよね、気持ちよくあのビート叩くっていうか、やっぱりこうコワイアがいたりとかするんで、まあゴスペルだとやっぱりみんなのこう土台にならなきゃいけないんで、あのやっぱそのリーダーシップを取ってそれをね、あのこう指揮を取るみたいな感じで演奏することが多いですかね。なるほどなるほど、はい、なんか先ほどみたいな、なんか手数が多いフレーズって、例えばこうグルービーに入れ込むのって結構難しいことやと思うんですけど、なんか冬さんの中でこうどういうことを意識されて演奏されてますか？あ、でもまあなんか多分ポイントはあんまりこうフィルを叩いてるっていうイメージをあんまり持たない方がいいかもしれないですね。あ、なるほど。特にこう早いフレーズの時はもうその後ろにグルーブしてるその中で同じ
同じように扱うみたいな感じですね。あんまりこう今からフィルしますっていう風に構えないで、あーなるほど、の方が自然体に出るかなみたいな感じ。なんか頭の中でこう音がずっとこう歌ってる感じというか、うん、流れてる感じのイメージですか。そうですね、はい、なんか演奏する、まあ、1秒ぐらい、まあ、まあ、わかんない、ちょっと直前に音が鳴ってて、うん、理想の音が鳴ってて、その理想を出すみたいな、あーなるほど、ことをやっぱなんで、なんか新しいこう例えばその、うん、フレーズとかっていうのを演出するときには、うん、まあみんなよくやってると思いますけど、うん、あのドラマーの皆さんは多分すごい自然体にできるまで、勝手に出るまで練習するっていうのが肝なのかなと。あーなるほどなるほどと思います。もう体にしっかりと馴染ませて、うん、馴染んだ上でもう歌うように演奏するみたいなことになってくるんですね、はい、ですかね。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、いやこうね、こう質問いただいた質問でも、はい、こう演奏中は何を考えていますかっていう質問があったんですけども、基本的にやっぱりそのフレーズをどういう風に入れてやろうっていうよりかは、うん、まあ、頭の中でこう歌ったものが出てるっていう感じなんですか。そうですね、うんうん、でもそのためには多分いろんな、じゃあ頭の中になっても何かっていうのを、多分いろんなものを聴いて、いろんな音楽を聴いて、レゲエとかアフリカンとかキューバンとか、うん、わかんない、メタルとか、はい、もう何でもいいんですけど、うん、全部いろいろバーって吸収したらアウトプットとしていろいろものが出てくるのかなと思うんで、やっぱいろんなものを音楽を聴いて、特にドラマはいろんな音楽を聴いて聴いてっていうことがすごく大事なのかなって思います、うん、なるほど、素晴らしいですね、はい、ありがとうございます、はい、ドラム演奏中、うん、かなり焦ったという出来事はありますか。はい、日本に、まあ、引っ越しする前に、はい、あのね、某アーティストのライブでブレイクを完全に間違えて、ブレイクのところを全然ブレイクしないで止まらなかったシーンってなっちゃって、おそれは焦りましたね。あ、やっちゃったみたいな。もうあれ以来ほぼないですけどね、そんなことは、あの時は何だったんでしょうかね分かんないですけど、でもあれ本当に初期の頃で、日本で仕事する時に、だからちょっと緊張したかもしれないですねあれはちょっと焦ったから、あともう一個あった、もうこれは焦りましたね、はいはいはい、アリーナツアーかな、うん、ドームかなんかどっちかの時に、うん、ここにあの iPad で譜面を置いてるんですよ、はいはいはい、そいつがいきなり本番始まる瞬間にプシューンって消えたの。怖っ怖っ、マジで、楽屋までドームって、ステージからドームってさ、あのもう徒歩5分、ダッシュで5分ぐらいかかるんでやべーってテックさんに消えた、やべーやべーとかって行きますとかブワーッダッシュして、もうギリギリ間に合って、もう予備の iPad 持ってたんで、あ、なるほどなるほど、ギリ間に合ったんだけど、っていうことはありましたね。あとイヤモンにも加えたこともありますけどね、まあ、だからそういう機材系はありますね。あ、はい、なるほど、はい、結構やっぱ、ね、そういう時ってやっぱどういう乗り越え方をするんですか。あ、何もな、冷静ですね、何にもなんか、ああ、まあ、やべえって言ってるけど、もう何かあってもじゃあ次どうしようかなって、常に冷静、もうだからもうそこはもう、あの何が起きてももう平常心。あ、なるほど、うん、ここ超大事ですね、ま、ここで焦っちゃうと心拍数が上がっちゃうし、いざ叩いた時にやっぱりあの自分のパフォーマンスができなくなっちゃうんで、確かに確かに、はい、だから常に平常心でやっぱりいるっていうことはまあ大事ですよね。なるほど、うん、はい、すごい話。いやもうでも本当に今ってここに来られる直前とかまで、まあ、リハーサルされる直前とかまで、はい、まあ、それこそ配信をされたりとかもされてるし、うんうん、まあ、この落ち着く時間が本当に最近で冬さんってないんじゃないかなと思ってるんですけども、うん、まあ、その中でもこういうパフォーマンスをされるっていうのは、うん、こうどういう切り替えを行っておられるのかなっていうのはすごい気になるんですけども、ね、僕だ結構あの初めの頃は正直ね、すごくやっぱドラムっていう演奏にものすごいプレッシャーを感じて、うんうん、なんでこんなにプレッシャーを感じる楽器を選んだんだろうみたいな感じで、すごく嫌な時期もすごくあったりとか、ライブしててもなんかなんでこんな毎日同じようななんか毎日毎日やってみたいな、なんかもうしなきゃいけないんだろうとか、すごいそういう時期があったんですけど、今結構ものすごく楽しんでます、だから全てを、だから何もかも今日もこれを一緒にみんなで一緒にいることも楽しいし、演奏する時もさっき言ったように、だからあのみんなの8分音符こうなんだよね、16分音符こうなんだよね、そうだよねこうだよねってやってる、俺はこうしなきゃいけないから、俺はこうだからってなっちゃうと、もうどんどんどん疲れちゃうし、だから結構やっぱ演奏が楽、今すごく気軽に楽しめてるんで、だから他のことにも全然あの気が回るのかもしれないですね。いっぱいいっぱいじゃないんで、はははは、そう、で割と最近までいっぱいいっぱいでしたけどね。あ、なるほど、 ある程度でも、まあそうですね、その考えがちょっと芽生えて、そう気軽になって、だからどの現場に行っても別に今は
なんか仕事してるっていうよりは遊んでる感じっていうイメージなんですかね。逆にだからこうちゃんとやらないとみたいな、そういうプレッシャーみたいなのはもう極力なくしてみたいな。なくしてますね。はい、うん、なるほど。ただもちろん YouTube とかもやってたりとか、企画会議だったりとか、まあライブ配信だったらやっぱライブ配信つけてやっぱりみんなをね楽しませてあげたいとか、やっぱみんなを楽しませてあげたいとか、笑顔にさせてあげたいっていうのはやっぱりモットーにやってると、やっぱ楽しいんでみんなも楽しんでくれるし、疲れが半減するしっていうこともありますかね。藤さんでもほんまにその気持ちが強いですよね。でも本当にかもしれないです ね。あとはあれですか、衣装とかね、まあ髪の毛セット僕しちゃってますけど、こうやってするとちょっとスイッチが入るとか。あ、なるほど、うん、僕もだからライブ配信は絶対にあのちゃんと今ぐらいセットして絶対やるんですよ。なるほど、なるほど。あの普通になんかいわゆるなんか寝ぼけてやらないんですよね、はいはいはい、絶対に。だからそういう意味でちょっとこう服装だったりとか何かこう身だしなみをすることでスイッチ入れることもできますね。あ、なるほど、はい。富士さんはこうね、今第一線でこう活躍されているんですけども、プロとして活動していくために必要なことっていうのはありますか？プロでやっていきたいっていうんであれば、もちろんあの、まあ、ドラマーだったら、まあ、いろんな音楽を聴いて、まあ、練習すること、うん、練習は大事、うん、とりあえず一時期、まあ、僕も1日に8時間練習っていうのはやっぱ 2,3 年ありましたし、やっぱそういう時期は必要、絶対に、まあ、それはもう絶対に避けられない、まあ、サッカーのプロ選手だったりとか、はいはい、何でもそうなんで、もう絶対にそれはもう避けれない道です。で、まあ、それやることでやりながら、あとはすごくこれは、まあ、持論なんですけども、ものすごく大事なことを僕いつも教え子というか、あのいろんな人に言うんですけども、物事を逆算することですね。逆算、はい、だからやっぱゴールを自分の中で設定する、うん、まあ、この目標設定っていうのはみんなそれぞれなんですけども、高ければ高い方がいいです、でいわゆるそうすると逆算していくと、例えば、何かこう途中で失敗しても、あの続けれるんです、その道が。なんでかっていうと、その道に向かってやってるから。でもこれ逆算、目標がないのにこう頑張っちゃうと、こっち A やってみたら、あ、失敗した、またゼロから戻す、はい、じゃあ B やってみたら、あ、違かった、もうずっとこうなっちゃうんですよね。だからやっぱり本当にあの自分が周り見てるドラマーじゃない方でも、成功者の方々っていうのはやっぱりあの、まあ、その社長、企業の社長とかでもみんなやっぱり逆算してる方が多いですね。やっぱり目標、高い目標を持って、例えばグラミー賞を狙うんだったら、じゃあアメリカのトップ狙う、まあ、ヨーロッパのトップ狙うのは当たり前じゃないみたいになってくるし、とか、なんかそういうふうな、僕は大きな目標を抱えてそこに逆算していくっていうことは大事かなと思いますね。この逆算するっていうのって、演奏のことについてもやっぱこう、そう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 、大事やなと思います。もちろんこういう、こう音を出したいなっていう目標があって、うん、でそれに対しての練習とか、そう、だからそれがないとこう練習してもこう、ね、そこに繋がらなかったりすることがあるんじゃないかなと思いますし、そう、だから練習方法も、正しい練習方法ってありますもんね、まあ、そうですね、効率的にいい練習方法っていうのもあると思いますし、だからそう、全くおっしゃってる通りだと思います。そうですね、この逆算するっていうことは確かにすごいね、こう大事なことなんじゃないかなとは思います、はい、確かに思います。なるほど。さっき言ったようなちょっといろんな質問があったんで、小さいボリュームとかいろいろタッチのことで、もう一曲ちょっと、まあ、あの音楽性がちょっと高いような曲をね、演奏したいと思います、はい、聞いてください。これさっきと同じアルバム、ハナスプリングの In the Sun っていう曲なんですけど、これは結構グルービーで、割とちょっとこうタッチもいろんな意味でバランスがすごくいい曲なんで、ちょっとこれも聞いてください。でこれ終わったら最後に、曲を演奏したいと思います。いきましょう、はい、聞いてください。Hands of time.
晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃめちゃ素晴らしい、ありがとう。またこれはね、こういう感じの違う強弱の使い分け、そう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 、そう強弱、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では、それでは、本日のモニタリングドラマスクールスペシャルセミナー、ごめんなさい噛みました最後に。はい、ゲスト講師は冬さんでした。ありがとうございました。